どうも高井です。9割の人が理解していない聞き上手の人がやっているシンプルな話し方、こういう本にも載っている。仕事にも役に立つし、日常会話でも役に立つ、そういう内容です。何をするかっていうと、相手に質問をすることです。質問といっても難しいことではありません。相手が所持して腕時計を所持していた腕時計、かっこいいですね。どちらで買ったんですか？指輪を見ている場合、指輪をはめている場合、その指輪かわいいですね。どちらで買ったんですか？ネックレスをしている場合、そのネックレス綺麗ですね。どちらで買ったんですか？そんなね、簡単な質問でいいんですよ。そしたら相手は、これあそこで買ったんだよ、これテレビの CM やってたんだよ。そんな風に所持しているものから質問されて、相手がこだわって買った商品であればあるほど、その話は発展していきます。で、相手が質問してもらいたい、聞いてほしいものを質問して当たりが出ると、その質問はさらに発展して、もうその人の開いた口が止まらない、そのレベルまで話したくなる。人って話したい内容を質問されると、教えてあげてるんだよ、感謝しなって感じで言うよりかは、もっと話したい、もっと喋り合いたいっていう欲求出てきちゃうんですよ。あなた自身はそのツボをつけばいい。たったそれだけで、あなた自身が話題探しをするっていうよりも、相手が話題探しをしてくれて話が発展していきます。次はこれ話したい、次はこれ話したいって感じね。こういうノウハウを使うときは、私が以前作ったコンテンツ、9割の人が磨き方を知らない影響力を出すシンプルな話術の基礎、そちらを視聴することによって、こういう順番で動画を見てたらいいよっていう基礎を話してるので、そちらを見てください。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。